どうも皆様こんにちは、刑事チャンネルです。今日の動画はですね、1週間ぐらいであったゲームとかそれらに関するニュースとかいろんな話題とかを取り上げた、それのまとめの動画となっております。今週1週間はですね、激動の1週間でしたよね。ディアブロがモバイルゲームになったことによって炎上が起きたりですとか、ファイナルファンタジー15の DLC が開発中止になったりですとか、本当にいろんなニュースがバババッとあってですね、とんでもないことになってるなと思いますけれども、そんな激動の1週間の中で今日最初に取り上げるニュースはこちらです。初デートでの割り勘はありなし？このアンケートになしが 42%、 ありが 58% だったそうです。うわーマジかー。何このニュース、びっくりだわ、びっくり。全然ゲーム関係あらへんな。次行くぞ。ちゃんとホットなニュースをねお届けしますからね。俳優小池徹平さんが結婚ということで、おめでとうございます。本当にね、わかるわかるよ君の気持ちということで、何これ、ゲームのニュースはどこ行った？本当にすいませんでした。真面目にやっていきましょう。というわけで、ゲームのニュースなんですけれども、世界一のオンラインカードゲーム、ハースストーン、プレイヤー数が1億人を突破ということでですね、ブリザードさん今週ですね、ディアブロの方ではちょっと炎上してしまいましたけれども、こんなに素晴らしいですね、モバイルゲームをですね、運営しておりますということです。まあ、パソコンでもできるゲームだけどね、これね。日本だとシャドーバーツとかが人気があるのかな、ハースストーンよりもね。でもすごいですよね、カードゲーム1億人がプレイしてるってとんでもないですよね。こんな感じで発売されちゃえばね、ディアブロも人気になってくれたらいいんですけれどもね。なんかディアブロはモバイルのゲームには操作性が合わないっておっしゃってる方も結構多数いるようなんですけれども、まあ、実際に最適化されるかされないかは製品化されてみないとわからないですからね。あと課金要素がやっぱり気に食わないって言ってる方もすごく多いんですけれども、果たしてどんな形の課金になってくるのかっていうのは、これも負担を分けてみないとまだわからないところもあるので、まあ、なんだかんだでね、いいものになって出来上がってきてくれたらいいなと思うじゃないですか。別にモバイル版の開発やめたからディアブロ4が早く出来上がるっていうわけでもないと思いますからね。みんなが笑顔になれる結果が待ってるといいですね。続きまして、ファイナルファンタジー15の DLC が中止したことで、スクエアエニックスいろいろ揺れておりますけれども、なんとディシディアファイナルファンタジー NT が11月22日より基本プレイ無料になります。無料で使用できるキャラクターが一定期間で変わるような方式をとっているようですね。気に入ったキャラクターは課金などでアンロックができるようになると。とうとうですね、こういったゲームにもフリートゥープレイを試してみようという試みが、動いてきたかなというところだと思います。スクエアエニックスさんは四半期の決算に合わせて結構ね、大きなね、動きを見せてるんですよ。で、このディシディアファイナルファンタジー以外にもいろんなことがあって、なんとですね、スクエアエニックスから新しいアイドルが登場いたします。それがこちら、アイドルモルボル総選挙ということで、モルボルがアイドル化しましたというところですね。どういうこと？ぜひですね、あなたの、一押しのですね、モルボルに投票をねしてあげてくださいっていうことなのかっていう話なんですが、これ何かっていうと、実はファイナルファンタジー11でリフレンダーっていうシステムをですね、今開始しておりまして、昔ファイナルファンタジー11で遊んでた人たち、一緒になって強敵と戦いましたよね。そんな仲間たちともう一度再会するためのサポートシステムとなっております。そのイメージキャラクターにこのアイドルモルボル3体が選ばれている、就任したということです。いや、このモルボル見たらね、再会する気満々でも引き返してしまうわなんてちょっと思うところなんですけれどもね、ユーモアがあっていいんじゃないでしょうか。だってもう10年以上前でしょ、ファイナルファンタジー11でさ、ガチガチ遊んでたのってさ、多分多くの方々がもうとっくに引退してると思うんですけれども、もう一度あの人に会えるかもとかって考えたら、ちょっとね、なんか胸にくるものがありますよね。なんだろう、スクエニさん FF11 にもう一回力入れたいのかな。FF14、FF11、あとドラクエ10、この3本柱でね、もし MMO がね、あればね、鬼に金棒かなと思います。で、それ以外にもですね、いろんな動きがありまして、ドラゴンクエストモンスターズ、テリーのワンダーランド SP がですね、11月7日に配信されました。価格は2400円なんですけれども、11月13日までは1600円のセール価格で購入が可能ということです。またこれすごい売れちゃいそうなアプリなわけですよ。で、これドラクエ本編の最新作であるドラゴンクエスト11に登場したモンスターも含む650種類以上のモンスターが出てくるということですよ。こりゃワクワクしますよね。で、さらに速報、ドラゴンクエストモンスターズシリーズ最新作開発決定ということです。これ主人公はですね、幼少期のカミユとマヤ、妹のマヤですね、おそらくね。開発決定
定の段階ですから、まあ、登場するのはだいぶ先かもしれませんけれども、これちょっと楽しみですね。これ発売するとしたら、これ PS4 でしょうか、スイッチでしょうか、それとも両方で出るんでしょうかね。ちょっと楽しみですね。続報を待ちたいところだと思います。まあ、そんな感じでですね、まあ、いろんなゲーム業界が揺れていたんですけれども、またちょっとアクティビジョンブリザードの話に戻るんですけれども、コールオブデューティーブラックオプス4発売から3週間が経って、ブラックオプス3の時の同時期の発売を上回っているということが発表されました。また売上だけではなく、アクティブユーザーの数が BO3 の時から 16% 増加、総プレイ時間に至っては BO3 の頃から比べると 20% 増加しているということです。いや本当にね、あのブラックオプス4面白いもんね。ブラックアウトも含めて普通のマルチプレイヤーもなんか面白いですよ。なんか面白いですよってすげえざっくりとした感想なんですけれども、これからどんどんまだまだ快進撃が続いていきそうです。日本でもどれだけ売り上げが伸びていくのかなんていうところもですね、とても気になるところです。ますます売れてくれたらいいですよね。さあ、そんな風にコールオブデューティーブラックオプス4が絶好調な中、なんと PS4 版 PUBG が12月に配信されるかという噂が出ております。これちょっとまだ決定的な発表がまだ来ていないんですけれども、高い確率で12月に配信されそうです。日本版で配信されるかどうかとかっていうところもまたちょっとね、別になってくるんですけれども、 PSN ストアではもうゲーム画像とかコンテンツ ID が割り振られているということだそうでして、まあ、かなり高い確率で来ると思われているようです。さあ PUBG やってきますけれども、皆さんやりますかね。いやちょっともう BO4 あるからいいわっていう方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。だいぶ出遅れてしまいましたからね。フォートナイトもあるし、今からどれだけね PS4 でユーザー数を増やしていけれるかどうかっていうところはちょっとね見物だなと思います。本家本元バトロワゲームの意地を見せられるのか。多分ね PS4 版の荒野行動よりも早く配信したいんだと思うんですよ。だからすごい急いでると思いますよ PUBG。さあ続きましては任天堂スイッチの話題なんですけれども、とうとう任天堂スイッチで YouTube が見れるようになりましたということで、 YouTube アプリがですね配信されてます。私もダウンロードして使用してみたんですけれども、結構使いやすいんじゃないでしょうかね。タッチスクリーンも効いてるし、ただコメントとかはちょっと見られないのかな。私がいじった限りではコメント見る方法なさそうだったんですけれども、どうなんでしょうか。見れる方法あったらごめんなさい、ちょっと教えてください。まあでもスイッチでYouTube 見続けることはないので別にいいんですけどね、僕は。まあでもこれ子供たちにはいいんじゃないですかね。スマホ持ってない子たちもこれで、まあスイッチ持ってるんであれば YouTube 見れるわけですから、 YouTube 見れるっていうことはより一層ゲーム機が手放せなくなるということで、子供たちこれで大丈夫かとかってちょっと思っちゃうんですけれどもね。そんな中ですよ、中国のテンセントはですね、ゲームプレイ時間制限というものを設けたようです。2018年末までに10個のモバイルゲームにこれを割り当てるそうでして、12歳以下は1日で1時間まで、13歳から18歳までは1日2時間まで、また12歳以下の子供には午後9時から午前8時までの夜はプレイの制限をするものとしております。こういった形で、まあ、子供たちにゲームばかりをさせないというような形の動きが出てきておりますね。これによってどんなことが起きるかなってちょっと考えてみたんですけども、一つ考えられるのは、中国の子供たちがゲームをやる時間が減ったとするならば、運動や勉強する時間が増える。そうなると中国の文化がより栄えてしまったりするかもしれないですね。あるいはテンセント以外の企業が、テンセントのゲームは1時間しかできないんだったらうちのゲームも配信するかっつって、テンセント以外のゲームが栄えちゃうかもしれませんね。子供たちは携帯でテンセントが配信してるアプリを1時間しか遊べないとなったら、1時間後どうしますか。ゲームをやめて勉強しますか、外に遊びに行きますか。僕は多分違うアプリをやるんだと思います。そうなるとテンセント以外のアプリで遊ぶ可能性が出てきますよね。そのテンセント以外のアプリも1時間までの制限が仮にあったとしても、まあ、いろんなゲームを1時間ずつ遊べるっていう抜け道が残されているとしたならば、他のゲーム会社が栄えてしまう可能性があるかなとちょっと思っております。その辺どうするんでしょうかね。ゲームメーカー関係なく、ゲームアプリを起動できる時間を1時間に設定することがもしできるんであれば、まあ、関係ないかもしれませんけれども、これが今年の末までに有効化されるっていうんですから、まあ、中国の子供たちゲームできる時間少なくなって残念ですよね。さあそんな感じでいろんなニュースがありました。なんとなくネガティブなニュースもあれば、ワクワクするようなニュースもあったかと思います。
まあでもどんな時でもですね、ゲームやこういった遊びの話題に関してはなるべくみんながですね、笑顔になれるような話題とかが多いと嬉しいななんて思いますし、受け止める我々も一つ一つの出来事をポジティブにね受け止めていければより一層ゲームは楽しくなるんじゃないかなと僕は考えております。なんとなくネガティブに考えてしまいそうな時も一歩だけ立ち止まってもう一度考え直してみてポジティブに捉えてみるっていうのはそんなに悪いことじゃないと思いますよ。ということで今日はこの辺でね、終わりたいと思います。さあ今日皆さんですね、まあ、日曜日ですからひょっとしたらね女の子とデートに行く人たちもいるかもしれません、初デートで割り勘はなしと捉えてる人が 42% ですので皆さん、十分お気をつけてですねお出かけください。デートの人はでもありの 58% にかけてみるっていうのもいいかもしれませんけれどもね。これ何の話？というわけでゲージチャンネルの動画でした。ご視聴ありがとうございました。ではまた別の何かしらの動画でお会いいたしましょう。じゃあねー。